な場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ。それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ、もっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、シリカはそのフェザーリドラに頼らない力が必要だと思う。近接戦闘がもっとできないと。私、それなりに探検使いますよ。ピナに頼ってばかりだったのだって、ずいぶん昔のことです。
構足手まといになってたりしない？してません。多分ですよね、キリトさん。キリトさん、でももっとキリトと釣り合うパートナーじゃないと。それには私みたいなメリハリの効いた体が必要だし、特に母性の象徴でありつつ女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。それに大きければいいってものでもないです。ですよね、キリトさん。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。キリト、先に進もう。ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。なるほどです。いよいよか。緊張します。そうだな。